直行を買いました。いや気持ちがいい。なんでこんなに違うんだろうっていうぐらい。いやー気持ちがいい。今回ねショックを買いました。ずーっとね買えたらいいなと思ってたんですけども、なかなかね買えるのもね大変そうだなっていうのと、できるかなっていうのもあってね、なんとなくなあなあに先延ばしになってしまってましたけども、まあ、やっぱりねちょっとショックを変えるとどう変わるのかなっていうのを体感してみたくて、まあねノーマルがねどんな風にダメなのかっていうのがねよくね、まあ比べてないんでねよく分からなかったっていうところでね。なんで皆さんねなんかネット見るとね、滝川だったかな、ノーショックが乗り心地が良くてとてもいいと大人気なね感じで皆さんこぞってつけてるようなねイメージありますけども、まあ自分的にはねもうありえないっていうような、お尻が痛くてたまらんっていうのはね今までないんでね、お尻の解消よりは走りをね楽しみたいっていう。それでね滝川とね迷いましたけどもね、どうもねあの見た目が少し好きじゃないと、巻き数がねそんなに多くないんで見た目上なんかねあんまり変わらないかな。あともともと純正が赤で、滝川だったか滝川もね赤なんでね、あんまりね変えてもね変えたっていうね実感がなくなってしまうという寂しいなっていうところもあって、今回選んだのがねキタコにしました。まあネットで見るとね結構固めで、まあ乗り心地はねそんなに変わらないかなっていう話でそういうイメージだったんですけども、実際つけてみました。で今ね初めて乗ってみてますけども、いやーいい ね最初につけたばっかりはね硬いと思いましたね、大丈夫かなと。全然ねノーマルはね押し込むとねギュッギュッてへこむのにね、これはね全然まあ反発力がすごいというか硬いと。ほんでねつけてねまず最初にすぐ思ったのがねやっぱり高いと、5mm かな、ちょっとよくわかんないですけども、ちょっと少し長いんですよねこっちの方が。少しね穴座った時にあちょっと高いなっていうのと、スタンド立てた時にあ少し寝るなと、そこはねすぐ気づきましたね。ほんで今ねこうやって乗ってみての感想、いいね本当に、もっと早く帰ってればよかったっていう。まあ乗り心地はね別にお尻の感じはそんな変わらないのかなっていうダメージというか、ただねあの一番よく変わったのはね、今までね結構段差があった時にショックがついていってない、いわゆる晴れちゃってるような感じ、段差があってショックがへこんで、で今度伸びる前にもう着地しちゃってる、なんでねガッガンってね落ちるんですよね。そういう感覚がねなくなりました。その分ね大きな段差なんかは ねダメージがね少なくなったかなっていうのは感じてますね。ただ硬い分ね細かい段差とかはねちょこちょこ拾うようなイメージはありますけども、ただね一番ね変わったのはね体に感じるね路面の具合がねすんごい伝わってくるようになりましたね。すごいね安心してね乗れるというか攻めれるというか、今なんかふにゃふにゃでねよくわからなかったっていう、まあ極端な言い方するとね、しっかりね路面のねあのコーナーリングの中とかもね路面の感じがねしっかりねこのお尻とかこの足のステップにね感じられるんですよね。すごいコーナーリングでね安定するようになりました。変にね変な挙動はねふわふわっとした感じなんか力が逃げてるようなああいう挙動がなくて、しっかり地面を捉えるような感じがしっかり伝わってくるという、明らかにねもう別のバイクになったかなっていう。いやー買えてよかった、気持ちがいい。ただ買えるときねやっぱりねボルトが鬼締めというね皆さんねそう書いてありますよ、やっぱりねほんと硬い30センチ強かな、自分もちょっと長めのねレンチ持ってるんですけども、それでも全然ダメで、ほんであの車の十字レンチ使ったらすんなり行きましたけども、やっぱねあの長いのはねやっぱりね
力がね、少し斜めにかかってしまうんでね、若干逃げてしまう変な方向に。そういう意味では十字レンチってとってもいいですね。これはあそこ緩めるのは、ね、十字レンチおすすめです。あと自分ねマフラー変えてあるせいかね、あそこのカバーがね取れなくてね、どうしようかとね迷ったんですけども、マフラーねなかなかねもう取れないんですよねと思ってマフラー見せたらね、ネジがね飛んでてね、もう完全に2個とも脱落してました。いわゆるマフラーの付け根とか取れてたと。で、ここであったらあったんですよね。その前日にね、カラーってなんか落ちたんですよ。あれと思ったけど、なんか石跳ねたのかなと思ったんですけども、姉がね、ナットがね、落ちたね、音でしたね。まあ、なんで緩んだかね、まあ、あれともう変えて1万数千キロ走って、突然取れたような感じですけども。ほんでねガスケット変えたかったんですけどね、ガスケットの予備なかったんでね、もうとりあえずそのままつけちゃいましたけども、まあおかげでねあのマフラーがね躊躇なく簡単に外せて、そうするとねカバーもね簡単に外れたんでね、あとはもうそんなに苦労しなかったですね。あと一番ちょっと心配したのがね、あのジャッキでねバイクが倒れないかと、高さが合わせられるか、どんな感じでジャッキをかましたらっていうのがね心配しましたけども、まあ別に他の方のねホームページとかね動画を見て真似してやったら、まあいとも簡単に何の苦労もなく帰れたっていう、まあね意外とねすんなり本当に数十分で帰ることができて、もう逆にちょっと拍子抜きみたいな、よし帰るぞってね、なんか1日がかりぐらいの感じでね気合入ったけど一瞬で変わっちゃったんでね。まあでも気持ちいいな、これもう全然違う別のバイクだね。いや最高、変えてよかったパーツだね。これやっぱね最初に変えるべきだよね。グローブ乗ったらね、よくやっぱみんなね何がカスタムでおすすめですかっていう動画とかもねあったりもしますけども、やっぱりねタイヤとチョック、ここはね皆さん最初のねまず2個変えるとしたらそこっていうね人が多いんでね、まあ同感っていうところですね。まあこれをここ2つを変えないとこのグローブも楽しめないっていう、まあ街乗りでゆっくり走る分にはいいんですけども、ちょっとこうやってね山でコーナーを楽しみたいっていうとね、この2つは必須かなと思いますね。いやー気持ちがいい、もう全然違うもんね、こういうちょっとした段差もね、グリップが逃げていかないもん。まあおすすめです。まあ自分ねもう滝川の方ねよくわかんないんだけど、まあ走りを楽しむなら北湖なのかなっていう感想です。お尻のね痛さ軽減なら、まあ皆さんがねおすすめしてる、叩き川だったかな。で走りを楽しむなら来たこと、まあねいろんなホームページとかねなんかコメント見た総合的な自分の感想です。まあとりあえずこの来たこつけた感じは、まあ確かにお尻軽減というよりは走りを楽しむために生まれてきたようなもんかなっていう。いやーいいねー。